東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の森会長の後任を要請された川淵三郎氏が先ほど再び取材に応じ、川淵さんしかいないと頼まれた、話を聞いてもらい泣きしたなどと語りました。どうぞ。森さんから先ほどお話があったと思うんですが、うん、改めて。もう森さんはやっぱりいろんな反響を見て、もうやっぱり辞められたいということを言われて、で川淵さんにお願いしたいという、そういう話を坂井田弁護士の方から昨日かな話があって、で今日まあ3時に来てほしいっていうんで行ったんだよね。だからまあ僕としては、まあ家族はみんな反対で、何としても断ってほしいというようなことが言われて、で僕なりに不安を持って行ったんだけど、その前いろんな、まあ森さんの発言以来の森さんの落ち込み方その他で、家族の人がもう相当参ってると、で森さん自身も落ち込んでる、でそういった中でやはりもう自分は辞めて新しい人に代わってもらって、この国民的な行事をなんとか成功させたい、自分がそうに固執することは必ずしも良くないんで、身を引いてやった方がいい、でそれにはまあ川淵さんしかいないという、そこで坂田先生ともう一人の人でそういうふうな話になって、で電話いただいて、で今日行くことになってるんだね。僕としてはもうちょっと村長の方がよっぽどいいなという気を持ったんだけど、ね、ある程度断るつもりで行ったんだけども、ともかく初めの話の中からもうこれはもうとてもじゃないけど全部外堀が埋まってて、もうそんな断るような状況じゃなくて、というのはいろんなことを言うよりはもうそれをぜひ自分としては引き受けますよというふうな話の流れだったよね。で会長になるにはやっぱりまず理事になって、僕は理事じゃないから、ね、評議員の議員だから理事になって、理事のご選の中から会長を選ばれるんで、でそういう手続きっていうのは、まあ、2週間ぐらいかかるんじゃないかな、よく分かんないけど、だから、まあ、森さんが今日お願いしますって言っても、はい分かりました、じゃあ会長になってっていうこととは違うんでね。ただまあそういうふうに森さんに言われたことっていうのは僕としては非常に名誉なこと で森さんの今までやってこられたその、まあ、オリンピック開催のために、まあ、ラグビーのワールドカップもそうだけど、そういった個人力を無にしないためにも、やはり引き受けて、なんとか力になれればいいなと、そしてぜひともオリンピック・パラリンピックをもう成功させたいという、そういう強い気持ちが森さんお持ちで、もう僕も当然そうなんだけど、そういうことで、自分自身が努力していけばいいなっていうんで、とりあえずは、その中で決定なんていうことはないわけで、そういうことでもしも推薦があったらお引き受けしますということで、今日は話は終わったと、こんなことですね。今日の話の中で森さんから何かお伝えしたいところを伝え、森さんは、まあ、もう ほとんどのことが大体決められて、あと、まあ、感染状況をどういうふうにその防疫体制をしていくか、それからまあお客さんをどういうふうに入れるのか、無観客でやるのかとか、まあ残されたところっていうのはそういう数多くの課題があるわけじゃなくて、ほとんどの問題はもう今まで森さんや幹部の人で決められてきてるわけだからね。ただまあ厄介な問題っていうのはやっぱり感染状況、それをまあ科学的な根拠に基づいてオリンピックを開催したいということを国民に理解してもらうことが大事 で、そういうことを、まあ、一番大きな課題として、まあ、自分は携わっていかないかんと、それから
長い流れの中で、まあ、心理的なことも含めて、バッハ会長その他、まあ、知事ともいろんな話の流れがあって、僕は突然その会議に出て何も分からずにっていうことになる懸念っていうのはあるわけだけど、もちろん僕としてはもしそういう職に、任命されたらいろんな勉強をものすごくしなきゃならないと思うけど、まあ、そういう、まあ、相談役としてぜひ森さんには残ってほしいと。そうでないと僕としては務めを果たせないんでっていうことに対しては、森さんもどんな形であれやっぱり相談に乗って一緒にその成功させるために努力を、まあ、していきたいということを言っていただいたんで、その辺はすごく良かったなって。やっぱり、森さんの力で、まあ、例えばいろんな政治的にも動いてもらわなきゃならない、例えば資金的な最後の、まあ、いろいろ問題点なんかについて、まあ、僕はそういうことまであんまり政治的な動きってのはできないんでね。だからまあ難しい話っていうのはいっぱい出てくると思うんで、そういう時にはぜひ森さんの政治力を生かしてもらえるような、そういう立ち位置で、ぜひ一緒にやっていただけるんならば、もし決められたらお引き受けします。こういうことだったね。取ってくださるというふうに申し上げて、なんかね、その役職はそんなの特にどうのこうのっていうよりは、なんか僕の相談役という形で残ってもらうつもりでいるんで、ね、もう森さんいなくなったら絶対困ると思うんだよね。だからスムースに、まあ、そういう大会の開催、そして終了後のいろんな処置に関しても森さんの存在はすごく大きいんで、まあ、今回の発言というのはその論外だということは、それはまあ当確として、そういう大会の成功に向けての森さんの存在というのはすごく大きいということだね。で、まあ、僕としてはそういうジェンダーフリーの問題に関して、まあ、国民の皆さんが森さん一人だけ、その女性蔑視ということじゃないなっていう認識は、まあ、特に年齢の高い人にはそういう認識はあったと思うんだよね。だから普通は当たり前と思うようなことに対しても、今はもうセクハラとかパワハラだとかっていうような時代だから、そういうことに対して十分理解しないままここまで来てるわけ で、そういうことに対する問題提起は本当に温度のことで大きかったと。だからまあそういうことがきっかけで日本のその女性の差別化っていうことが大きく変化していける。で、そういうことがなんかその組織委員会の中で、あるいはオリンピックのいろんな行事の中でなんかできればいいなって、今具体的にどういうことをやればいいのかっていうのはよくわからないけど、そういうようなことを思ったね。で、まあ、はっきり言えば、まあ、今度 僕よりも女性が会長になったら、これは一番まあ明確な形でアピールできたのかもわからないけども、まあ、それは、とりあえず今回は、まあ、できなかったということだろうと思うけど、まあ、できるだけ、そういう機会があればそういうことの国民に対する発信というものができたらいいなと思うね。打診があったのは昨日っていう、昨日ね、今日森さん会いたいっていう話 で、それはまあ明後日、明日だな、だから昨日、今日、明日がっていう順番で言うと、懇談会開くというんで、その懇談会で自分が初めにちょっと挨拶して、でどういうふうに最後収束してもらいたいかっていう話かなと思ったんだよね。だから具体的に僕が会長になってもらうことをどうのこうのっていうことの話じゃなかったんで、でもまあちょっとそういうことのやばいなっていう感じも なくはなかったんだけどね。でもまあ当初その頃、その時は森さん辞められると言っておられなかったから、当然その懇談会の
進展その他自分の考え方を含めて僕に知っておいてもらった方がいいって、僕が司会役だったっていうことだったから、だからそういうことの話かなと思って、でもしかしちょっと会長の話もなくはないかなと半分そう思いながら言ったらこんな感じですかね。電話の時にもうすでにそういう会長への打診についてとかあったの？ん？昨日の電話の時、いやそんなことはない、全くない。あ、じゃあ今日は会いたいっていうようなところ、そうそうそう、それはもう坂田弁護士の方から電話もらったんでね、うん、うん、だから なんとなく言外にそういう感じはなくはないなということをが、まあなんとなく分かったっていうのかな、うん、今日断ろうと思っていたけど、断ろうと思って最終的にそこが何どういう、いやそれはもう断る、もうことはできないぐらい前段でいろんな、それこそまあ涙を流されたなとかいう話がいろいろあって、俺もちょっとね泣いちゃったけどね、もらい泣きしちゃって、森さん、それはまあ関係者のその話の中でそういう話が出たんでね、本当に辛かったよね、森さんはもちろん辛かった、僕らもものすごく辛くて、でまあ発言については弁解の余地がないだけに辛かった、だから全ての森さんの今までやってきた功績っていうのを全部無視するのかっていうふうな感じが、やっぱりそれは言えないような今状況だから、だからその辺も含めてともかく結構つらい感じだったよね。だからまあ森さんが出てくれて、森さんもかなりね、ごめん、落ち込んだり、もう涙を流されたこともあったらしい、家の中でもうすごい落ち込んでね、で今日ねそんな話をずっとあったあったで森さん来られたら、もうすごくもうお元気でいつも通りで、ああよかったなって思ったんだけど、それはまあ川淵があとしっかりやってくれるだろうということで安堵したっていうことがあったからだと思うけどね、うん、と自分の都合のいい方に解釈すれば、だからまあ今日はお元気でよかった。森さんからは直接 どんな言葉をかけられた？何が？森さんからは直接、うん、もう森さんともかくもうあとお任せするにはもう川淵さんしかいないと、でまあ例えば小池さんと話して、菅総理やもう安倍さんとか、あと誰だっけ、なんかみんな話して、まあ、武藤事務総長、川淵さんならでいいというふうなことで、まあ、その中で、まあ、菅さんあたりももうちょっと若い人いないかとか、それ当然の話だよね、それは、それは、うん、そういうことを言わないとおかしいと思うんだけど、女性がいないかっていうような話はあったって聞いてるけど、それは。うん、僕もそういうことがあった方がいいなと、僕は何も転んでやりたくないわけで、だからまあそういう意味では基本的には川淵でよかろうっていう話になって、バッハ会長なんかにはどういう話されるのかこれからだと思うけどね、うん、川淵さん明日の会議ではそうすると川淵さん最初それはね明日の会議のだからなんか今日森さん我々は自分で仕切る方だから、もう僕らと初め僕が挨拶してあれ誰だっけキャノンの三田来さんが挨拶して森さんが挨拶する段取りだったのが、もう初めに森さん挨拶してって流れが全然変わっちゃってるんで、だからもう初めに今日皆さんとそのもう辞めるっていう風なことが流れてるから、それを前提に話をするんじゃないの。だから、初めの2時に打ち合わせしたいからっていうのを2時半にしてくれって言ってるから、あんまりもう言うことなくなったんで、だから僕もそこであんまり喋らなくていいっていう話だったな。明日その 2時の5000とか、いやそれは、ね、やんない、そこで別に理事会は招集してないからね明日は、はい、やはり懇談会で来たい人は来なさいかどうか、そんな感じだからね。だから理事会は別に開いて、それから評議委員会、そこで僕が理事になって、でそれを評議委員会が承認して、でその後、5000でっていうことがものの順序なん で、それがスムーズいくかどうか知らないよ。で
まあそんなことのようだね。だからまあ1週間か2週間ぐらいかかるんじゃないの。だからそれまではもうあの自由奔放にはいかないねこう緊急事態宣言だから。あ、じゃあ、 あの今回その体制変わることによって、まあ、新たにその女性、まあ、20人くらいとか、まあ、あのカルちゃんと会長になることで本当に変わりますが、そのあたり女性登場の考えとかは。いや、どういうふうにあれしてるのかちょっとよくわからないもんね、全体眺めてみないと、はい、でやっぱりそういうところでなんか女性がそういう上の上級職員っていうのがなんかそういうことになった方がいいなと思った時には割合躊躇なく今やれるからね。だからそういうことが少しもあった方がいいと思うけど、そういうことが可能かどうかすらあんま分かんない。あんま組織ないことあんま知らないから、うん、だから女性の登用ということに対してはやっぱり今みんなあのすごくやっぱ神経質っていうか、そういうことができればいいなとみんな思ってくれてるから、あのあこれいいと思ったらすぐそれは実現可能だと思うけどね。それはどういうものなのか今のところ分かんない、はい、うん、あすいません、テレビ朝日の方です、うん、明日のじゃあその懇談会っていうのはその川口さん行かれるわけですよね。うん、明日行くよ、行かれますよね、うん、そこでどういったお話をしようかっていうのはあのもう心に決めてるものって何かありますか。いや、その時にだから、まあ、今回こういうことになって非常に残念だけどあのこういう会を開かざるを得なかった、でもやっぱり皆さんいろんなあのこのことに対しての発言に対するご意見を率直に聞かせてほしいと、そういうことを受けてこれからやっぱり組織委員会も変わっていかなきゃならないし、会長のお考えもそこで変わるっていうこともあるかわからないっていうようなことぐらいかな、まあ、真剣に考えてないけど、でそれはもう言わなくてよくなったわけでしょ。だから挨拶明日はしなくていいっていうことだったよ確か、うん、だから森さんがいきなり、大変ご迷惑をおかけして申し訳なかったで自分はもうあのこの職を去りますということを初めに言われるんじゃないかな。なるほど、うん、そうでないとおかしいよね。あのもうこれだけ事前にあの辞意を表明されたわけだから、それに対してそういうことを前提にものを言うっていうことだから、それは打ち合わせになかったことだね昨日の、うん、昨日の段階ではまたその繰り返しになっちゃうんですけども、申し訳ないです、川口さんにお電話があったとき、森会長からお電話があったときにあのぜひとも会長職をお願いしますっていうふうに一切ない、一切なかったです、ね、一切ない、だからそういうんではね、まあ、どう言えばいいのかな、森さんが、うん、まあ、坂田理事長か理事が電話あって、で途中で今森さんって人だからって言って森さんが出てきて、ぜひ、お会いしたいということで、僕が辞めるからとそういうことは言わなかったと思うな、あんま記憶定かじゃないな、だから辞める感じのニュアンスがあったからこれひょっとして言われるかもしれないなと思ったんで、あのもし言われるということが明確だったらもうちょっと別な考え方をしてたかもしれない。まあ、いずれにしろ結果は同じだけどね。ごめんなさい、さっきあのもらい泣きされたとおっしゃったんですけど、ね、いや僕はね、いやその時に、まあ向こうのそうなんて幹事役みたいな人がいて、で坂田弁護士とその3人で森さんと話されてて、それでやっぱ川口さんしかいないっていうところで坂田さん弁護士が僕に電話くれて、でそこで森さんがまた代わって電話したっていうのはこれ昨日の晩だよな、うん、で、それでその坂田さんともう一人の幹事役みたいな人が森さん来る前に3人で話したんだよね。だから森さんが申し込んで何か何かの時にもうともかく森さん泣き取られたとかね、もうそういう辛い話する時にもう俺も感極まってさ、本当に辛かったろうなっていうんでやっぱり涙がなかなか止まらなかった。だから森さんが来られた時にはもうかなりまあ涙は乾いたから、むしろあの森さんの方が元気のいい顔をしておられたんだけど、その、まあ、そういう話でうちうちのお嬢さんとか
お孫さんとかそういうふうな話を森さんは直接僕にしなかったけど、その親しい人が僕にそういう話を全部されたんだよね。森さんがいらっしゃる前に、まあ、今回の騒動について一通りそのこういうことで森さんご自身のお気持ちとかっていうのをこう聞かれて、そうで森さんが入ってきて、うん、そうだね。で森さんが来てからはどういう順序で話が進むんですか。森さんはもういきなり、こういうことになったのでなんとか後を引き受けてほしいって我々も担当直入だったね。それはだからもうそういう流れがあったから、もう初めはもう断るの方絶対断るで、もう家族をみんな断ってこって言われてるから、うん、こういう候補がありじゃない、いいじゃないかっていうことも頭に置いて言ってたんだけど、そんなことを言えるもう流れじゃなくて、もうこれ引き受けますと、つべこいな値打ちつけてなんだかんだ言いながら最後引き受けるなんていうことは僕の性格に合わないから、もうそれは森さんのご意向があるならば、なんとそれは僕としてはベストを尽くしますっていうような、そんな感じかな、うん、ご家族と。なんかその昨日のお電話の時に森さんからお電話、森さんとお電話した後、うん、そのもしかしたら会長職頼まれるかもしれないな、うん、みたいな、そういう、そう、まあ、会話をされて、会話あった、で、うん、どうだったんですか、ご家族の反応は。全部反対だよ、それは。もうどうしても断れと、で断固断れ、他にいいのいるじゃねえかっていう話でね。だから僕が候補を2人ぐらいと、あ、それそれその人でとかいう話 でそれを今日言って、そっちの方でのなんていうのか、あれするような感じには全くならなかったね。そんなもうなんていうか、初めになんかっていうか、安倍さんお話しますんで、誰それにもこう言ってみんな喜んで、川淵さんならばとって、それを皆さんが喜んだかどうか別だけど、小池さんがえらい喜んでたよとか、でそういうのを初めに言われると、もう外堀全部埋まったなと。だから僕はあと森さんが全部川淵さんで行ってぜひとか言ってる時に、いやそれ勘弁してください、誰かとこの人の方がいいじゃないですかって、もう時すでに遅しだよな。本当の主たる人たちにみんな相談してもらってるわけだから、そこまでなんていうか、森さんがきちんと準備をして僕を迎え入れようとしてくれてるわけだから、それを、いやもうそれは勘弁してくださいとはとてもじゃないけども言えない。まあみんなが思うのはね、森さんが83で俺が84、またお年寄りかって言われるのは一番不愉快なんだよ。俺年寄りだろうなんだろう、お前ら若いやつなんか負けるぐらいのことやれるぞって、そういうぐらいのこと言いたいけど、そんなことは口を裂けても言うなって家族から言われてるからでもそのね、やっぱり世間一般か、まあ、同じような年代よっていうよりは、菅さんがもっと若い人っていうのはもうね、当然の話だと思うね、それは。でもまあ、そのいろんなそのバランスとか、その会のね、まあ、人の関係だとか、外国の人の関係だとか入れて、だからバッハ会長なんか、そうだ、バッハ会長なんかね、できたらね、女性を会長と並列したらどうかって言ったみたいだよ。で森さんを辞めさせたくないから、うん、だからそう並列でやることほどくだらないことはないね、これははっきり言って、うん、森さんもそうおっしゃってたけど、だからそれはみんな森さんそういうことをものすごくこと細かく、あもうそういう人なんだから、手落ちなくいろんな人の意見を聞いて、うん、まあ、カービスへ行こうということを言っていただいたんでね、まあ本当にそれじゃ、僕としても残る人生のベストを尽くしたいなっていうことで、ほんのもう期間的には1年ないんだからね、うん、まあそれじゃ、まあ気持ちが少し楽だ、もう3年とか4年って言うならもう勘弁してほしいと思うね。もうこれこそ引き受けられない、まあ、もちろんそんなこの年で3年4年先のことは頼まれないとは思うけどさ、仮にそういうことがあったら、
コロナで開催できるのかっていう、どうしてもまだ今から何局か、うんうんね、トップとしてどういうふうに、もうそれはね、何としてもね開催できるように持っていくことがやっぱり森さんから会長を、そのまだ最終的に決まってないけど、そういう中での一番大きな使命だと思うんだよね。でそれはやはり科学的に根拠に基づいて、国民がこういうやり方をやってんならば、もうともかくトライして、国を挙げてオリンピックを、パラリンピックを成功させようと。でそれはやっぱり現状から、ともかくそんなオリンピックパラリンピック来たから感染者をずっと数を減らしてって、それは無理だよね。それは減ってないんだから。だから少なくとも現状維持、感染その他現状維持で、その上でこのオリンピックをきちんとオリパラを成功さす、それができればもう大成功だよね。だからそういう意味で、そういうことを、こういうやり方をやるから皆さん理解してください、ぜひそのオリンピックを成功させましょうって、国民がよし上がった、このレベルでみんな抑えていけばいいんだなということで一致団結することで、また国民が心を合わせて一つの目的に向かって努力するということにつながるんでね。それができて成功したら、日本国民全部が自信持てるし、世界に誇れるし、これ歴史に残ることだからね。だから1920年にアントワープでオリンピックやったよね。これスペイン風邪がものすごく流行ってて、4000万とか5000万とか8000万とか言われてる、その中であれアントワープでオリンピックやってて、1年の準備でやってて、ものすごくチャッチー設備でひどかったらしいよね。読んだらもうひどい、その施設で、でもオリンピックやったわけでしょ。だからそういうことでは、そのIOC としても、このなんとか一回途切れるっていうのはやっぱり多分屈辱的なことでもあるし、それはやっぱりオリンピック そのテレビマネーが入らないうんって皆さん言われてるけど、それとはまた別な形で、継続する努力をした結果こうなったっていう、そういう歴史を残したいわけだね。でそこに日本が加担するっていうか、そういうふうなことをみんなで国を挙げて努力した結果成功に導いたんだよっていうのは、それこそ100年に残る歴史の中で賛美されることじゃない。だからそういうことも国民の皆さんに伝えて、皆さん一緒にこれを克服したっていうことで歴史に残るオリンピック・パラリンピックをやりませんかと、だからぜひ協力お願いしますよというふうなことが今流れてないわけだよな、だからその辺のところで、そういやそうだなと、じゃあそういうことでちょっと協力してやるか、じゃあみんなでそういうことで成功させてみようじゃないかっていう気持ちにさすようなアピールというか、そういう鼓舞することのやっぱり言葉っていうのは一番必要じゃないかなと僕は思うけどね、どれくらいまで感染抑えれていたら、だからもう今ある程度緊急事態宣言が落ちてて、ある数字まで行ったらそれを解除するっていう、その辺のところでずっと行くんだろうは問題ないんじゃないの、宣言解除と同じくらいのイメージ、解除しそうだよね。だからどんどん増えていってるような中で、それはともかくオリンピックどころかってやっぱり一般の人も思っちゃうから、だからまあ僕に関しては相当なレベルでいろんなもう難しいことがあっても、いざオリンピックになったらやっぱりみんなテレビ見ると思うよ。そんな俺はオリンピック反対だからオリンピック見ねえっていう人はね、正直言ってそんなないと思うよ。だからやっぱりオリンピックで勇気づけられ、やっぱり感動やそういうものを勇気づけられることは人間にとって大事だからね。でもそれはその前提として、やっぱり感染がそんなにもう ある低いレベルで収まってるっていう前提がどうしても必要だね。でそのためにどういうふうな努力をしてるかっていうことを、努力をしなければならないかっていうことを国民によく分かってもらって、よっしゃっていう、さっき言ったようによっしゃ、じゃあもうともかく成功させるためにみんなそういう今までの
マスクは当然、何々当然、3密当然っていうようなことで、日常の中からそういう感染するしない努力をしていくということだね。だから外国人に対してもそれはもう強制絶対すべきでね、外国人に。だからそれができない外国人はもうともかく退去を命じるぐらいの厳しさがハタップで必要じゃないかなと思うけど、海外からお客さんが来ることに対して否定的というか怖いという。いや、僕はだからちゃんとしたそういうPCR 検査を含めたり、それからなんだワクチンをやったりとか、いろんな条件を、そして相手の出国する前のいろんな準備条件も含めて、こういうならいいよっていうふうなものがうまく作れれば一番いいんじゃないの。でもなんかね、それは言葉ではちょっと言えないんだけど、ややこしい外国人が結構来るらしいよな。よくややこしいってどういうややこしいか知らないけど、そう言ってた。でもそこがね、どういうふうに水際で抑えられるか、それが勝負だと思うけど、やっぱり、来たい人、そういうふうな貿易の措置をしたちゃんとした人が参加できておかしくないんでね、そういうこともきちんと決めていくということだね。今日でもあんまり寒くなくてよかったね。なんかガタガタ震えてここにおられて家の中入れて、狭い家の中入れないからな。今後 の、 その、 予定はまだ見えないって先ほどおっしゃってましたけども、うんうん、そのまず、理事になられて、うん、でそこから5選があって会長になるっていう、うん、そういう順番だと思うんですけども、うん、その理事になるタイミングっていつぐらいとかさっぱり分かんない。僕が決める話じゃないから、うん、それは分かんない。だから坂田先生に聞いたら、やっぱり 2,3 週間かかるんじゃないのって言ってたけど。あ、なるほど、うん、まあ、大体その坂田さん曰くその 2,3 週間ぐらいで理事になって、そうそうそう、でそこから5選があっ て、うん、なんだかんだ多分その会長になるのは大体メドとしていつぐらい、で 2,3 週間ぐらいじゃないの、うんうん、でそれやっぱり分かんない。そんなことまで別に俺が進んで聞く話じゃないもん。うん、だから僕の今の感じはそこまでだいぶ時間あるなって、うん、ちょっとその間しっかり伸びしなくちゃって思ってる。ツイッターでお客さんのところはやっぱり入れて開催するような形が一番望ましい。いや、もうね、それなくてオリンピック日本でやる練習どこにあるのかなって僕は思ってるけど、うん、で別に海外でやったと同じじゃないの。いらん金使って、大変なお金使ってで、せっかく日本人が B リーグでもプロ野球でもそういう感染してるのに、なんでオリンピック代感染させないのって、これは僕としては全く納得いかない、うん、僕の持論はずっとそうだね。だからそれは強力に、言うつもりだよ。それがさっきおっしゃってた一体感とか、そういう、そう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 。改めて今回その森会長の後のところのご調整が進まれているということなんですけれども、今後のその発信という部分で、まあ、国際社会の目というのもかなりその注目が集まると思うんですけれども、まあ、今回のその発言のも、まあ、もちろんその受け止めも含めてですね、今後どういうその国際社会に対して発信をしていきたいと思いますね。まあね、日本人そのものがこういうジェンダーフリーとか、女性の性別とその差別化っていうことについて、まだ世界の欧米諸国と比べてやっぱ多少劣るっていうのは、これはみんなが認めてる話なんでね。でこういうことをきっかけに、そういうことを大いに改善していくような大きな動きのきっかけになればいいなっていうことを発信したりすることによって、理解を得るという、そんなことだね、うん、もう寒くなっちゃうでしょ、もうそろそろいいんじゃないの。ありがとうございます。ありがとうございました。いや、いいかい、どうもありがとう、本当にありがとうございました。ありがとうございます。